生き返る。そよちゃん、ありがとう。本当に雨が止むまでだからね。くし、はあ、ローヌちゃん、大丈夫？ちょっと寒い。タオル借りれる？体と楽器拭かないと。洗面所にあるから適当に使って。お母さん、今日は仕事じゃなかったっけ？そうだったんだ。お帰りなさい。してもらってるの。アノンちゃんにトモリちゃん、ラーナちゃんにタキちゃんだよ。急に雨が降ってきて、風邪でもひいたら大変だからうちに上がってもらったの。え？アノンちゃん、どうかしたの？あ、ううん、お邪魔してます。お母さん、まだ仕事するよね？あとは私がやっておくから、部屋に戻ってて大丈夫だよ。みんなも、ゆっくりしていってね。うん、お仕事頑張って。何？それはこっちのセリフ。何？今の。何って何？さよりん、私たちがいる時とお母さんがいる時で全然違うじゃん。ゆっくりしていってねなんて初めて言われたんだけど。雨が止んだらすぐ帰れって言ってたくせに。そうだそうだし、お母さんに聞こえるでしょ。ってことは聞こえちゃいけないことなんだ。猫かぶってんの？そうじゃなくて、お母さん部屋で仕事してるから邪魔にならないようにして。お母さんと話してる時のそよちゃん、すごく優しい顔してた。別に。くし、大丈夫？さっきより大きなくしゃみだけど。洗面所行こう。タオル貸すよ。そうしよう。ラーナちゃん風邪ひいちゃいそう。ラーナちゃん大丈夫？ギリギリ。みんなこっちついてきて。